2016年撮影、林直弘は日本の実業家。学習塾、武田塾の塾長、武田塾フランチャイズの運営母体である株式会社 A バージョン代表取締役社長。1984年、千葉県市川市生まれ。父が証券会社勤務だったことが影響しているのかは不明だが、小学生の頃からフリーマーケットで、 安い中古本を仕入れては高く買い取ってくれる店へ売るせどりでお金を稼いでいた。中学に入るとせどりで貯めていた20万円で銀行の株式を購入する。東京大学への進学を志し、千葉県内ではトップレベルの千葉県立船橋高等学校に進学する。高校入学時から週に3回大手の予備校へ通い、東大合格に焦点を当てて勉強をしたが、 大学受験に失敗。友人から予備校で授業を受けるより一冊の参考書を完璧にした方が良いのではないかとアドバイスを受ける。その友人自身は家庭教師から同じように言われ実施したことで急激に成績が伸びていた。林も老人期間中にこの方式を取り入れるも受験3ヶ月前だったこともあり東京大学への入学は再度失敗した。しかし 学習院大学法学部政治学科に合格し、進学する。県立船橋高校では、学習院大学は浪人してまで入るような大学ではないという認識もあり、林本人は挫折感を抱いての入学であった。林は自身の体験から一冊の参考書を完璧に身に、つけることこそ学力向上への近道だと確信。アルバイトで貯めた資金をもとに、 大学1年の時に友人と A バージョンを設立し、家庭教師の派遣授業を始めた。当初は生徒も講師も集まらなかったが、林が教えた生徒たちは、偏差値を急激に上げていたため、方向性に誤りがないことを確認した。2006年、学習院、大学2年時に仲間と共にお茶の水に武田塾を開設した。そこで、いい判定だった受験生を、 早稲田大学に合格させたことで、武田塾の勉強法が脚光を浴びるようになる。武田塾は、授業をしない塾をコンセプトに、塾業界の常識を打ち破り、2013年に、フランチャイズ化すると3年で100校舎以上に、急成長した。2018年時点では、日本全国に150校を展開している2016年に、現当社が50万円の電子書籍を、 シリーズ観光したが、その第一弾が林の武田塾 FC 成功への軌跡となり、話題となった。2018年からマネーの虎に虎として出演していた岩井義明が立ち上げた YouTube チャンネル、令和の虎チャンネルにレギュラー出演中。ありがとうございます。